今度は A のブルースのパターンについてやっていきたいと思います。 A の場合、この今度は5弦の開放弦、この音ですね、これが A のルート音になります。そして6弦の音はその下の E、ソに当たりますね。だからちょっと E とはパターンが違ってくるんですけども、これはこれで A のパターンっていうのはなかなか味があるんで、いろいろやってみたいと思います。E のブルースの時はこの6弦の開放がルート音だったんで、それより低い音はないんですね。ところが A のパターンになると、この5弦の下に6弦があるんで、これを使うとさらにそのルート音より下の音、使えるようになるんです。そうするとまたちょっと、いろんな、面白いパターンが作れますね。